お疲れ様です。来週のトアです。いやー、一日休めるって最高！休養って大事ですわ。何時間寝たかな、ほんま。9時間ぐらい寝れたんちゃうかな。ありがたいことにね、活動休止っていうものを、させていただきましてですね。これを撮ってるのが9月5日の火曜日でですね、僕は活動休止を発表する動画を9月の3日にあげたんですけれども、9月4日はもう丸1日休養に当てさせていただいてですね、しっかりと睡眠取ることもできましたし、しっかりと栄養のある食事を取ることもできました。で、本日ね、9月5日から、活動してます。バリバリ編集とかしてます。てか、まあもう動画撮ってますしね。疲れはすごい取れてよかったんですけど、この活動休止。まあ、ちょっと問題の動画でしたね、結構。コメント欄がですね、これどっちなんっていう。ちゃんと動画見てくれた上でコメントしてくれてんのか、動画途中までで止めて、まあ僕の活動休止期間とかを知らないまま、活動休止を鵜呑みにしてコメントしてるのか、これどっちなんっていう。まあ、ライジュメンバーも全員わかんないみたいな感じになっちゃってましてですね。まあ、いろんなコメント来た中でも、例えば、悲しいけど、てんてんてん。休止期間を言ってくれて少しだけ安心できた。戻ってくるまで気長に待ってます。トワンチンお疲れ様。これはね、ちゃんと見た上で乗ってくれてますね。これ分かりやすく乗ってくれてるコメントです。で、まあ他にはですね、トワさんのように息子も育ってほしいなと思う素敵な青年に出会えた2年間でした。トワさんらしい温かいお医者様になってください。いや、動画見てる？これさ、ちょっと動画ちゃんと見てないですよね、この人。いや、温かいお医者様にはなりたいですよ、僕も。いや、めちゃめちゃ応援してくださってるのはとてもありがたいんですけれども、動画最後まで見られてないことがちょっと寂しいです。さすがにこの人はね、動画全部見てないんじゃないですかね。で、まあなんか、ツイッターの DM とかでも、しっかり休んでくださいとか、トワ君が入ってからの雷獣が好きでしたとか、もうね、好きちゃうやん、動画見てないんやから。動画全部見てなかったらさ、好きとか言わんとってやって思っちゃいました、僕は内心ね。いや、そのサムネ見て、タイトル見て、あ、休止するんやって思ってこう再生してくれてるのはすごい嬉しいんですけど、最後まで見てほしいっすよね。まあ、LINE とかでもね、なんか、最近雷獣の会計とかをお手伝いしてくれてる、塩沢くんっていう人から、トアさん、本当に休止されるんですか？いや、動画を最後まで見てくれと。いやー、これちょっとね、ひどいっすよね。こんな人が雷獣を手伝っていいのか、とすら思う。最後まで見てる人少ないかもな、みたいな風に LINE したら、そうですね、僕もコメント欄見て、結構信じちゃった節あります。見た上で乗ってくれてる人と、見てなくて、マジでなんかこう、ねぎらいのコメントしてくれてる人が、もう、同じ方向を向いてるせいで、結構騙されてます。思ったよりなんか統率が取れてるというか、全然ネタバレなかったじゃないですか、ほぼほぼ。それは本当になんか嬉しかったですね。全員でこう、動画の質をこう、上げてくれてるというか、コメント欄も込みで、楽しい動画になったなっていうふうに、思いますけど。たださ、やっぱ見てない人、ちょっと許せへんな、最後まで。大事の動画は長いけどさ、こっちにも非はあるんやけど、こういう大切な動画ほど最後まで見てほしいなっていう気持ちですね。でも、まあ最後まで見た上で、こう乗ってくれてる人ですとか、悲しんでくださってる人は、本当にありがとう。ほんまにありがたいです。まあね、でも、動画の作りが悪いんかなっていう感じもしましたね、正直。最初に僕が、活動休止するちょっとした理由みたいなのを説明して、加部さんからの僕へのメッセージ、ベテランさんから僕へのメッセージで、最後僕から皆さんへのメッセージみたいな、で最後に活動休止期間とかを言うみたいな構成やったんですけど、多分その最初の僕のパートがガチすぎたんちゃうかなっていう、リアルやったからほんまに信じちゃって最後まで見ないみたいな、あ、え、マジで休止するんやっていうので、こう、加部さんから僕へのメッセージ、
ベテランさんから僕へのメッセージだけ見て笑って、そこで動画閉じるみたいな人がまあ続発しちゃったんじゃないかなっていう風に思うんで、僕の活動休止の理由がちょっとガチすぎたっていうのもまあちょっと反省はしてますね。まあでもそれはそれでね面白かったかなっていう風にも思うんですけど、実はね僕もう一個別で考えてた理由みたいなのがあって、ちょっとそれ発表してもいいですか。もしこれやったら誰も信じずになんかハッピーな動画になってたんちゃうかっていうのをちょっと読み上げてもいいですかね。はい、では行きます。お疲れ様です。本日で来週の活動を休止することに決めました。来週のとわです。休止の理由といたしましては、他にやりたいことができたからです。部活動のテニス、医学部の実習、アルバイトの塾講師、来住、ちょっとばかりのプライベートと五足のわらじを履いて生活してきた僕ですが、学生のうちにしかできないことに最近興味を持つようになりました。それはロボットダンスです。今はこれくらいの完成度ですが、1年ほどお休みをいただいてロボットダンスに専念することで、より一層魅力的な人間、いやロボ人間になれるかと思います。突然の発表になってしまい本当に申し訳ありません。応援していただけると幸いです。以上です。これやったら信じられてなかったんかな。どうですか。まあ、この動画ね、僕がまあ編集するんで、だいたいまあ10分弱とかの尺にする予定なんですけど、10分弱の動画ですら最後まで見られへん人、うん、頑張ってください。うん、いやまあなんかその頑張って動画を見てほしいわけじゃなくて、まあ、やっぱ一本で丸々見て初めて得られる満足感みたいなのがあると思ってるんで、僕はそれをちょっと楽しんでいただけたらなと思います。で、今後の活動についてですけど、特に今までと変わらないっていうのがまあ実情ですね。はい、全然変わんないです。はい、なんなら頑張ります、これまで以上に。はい、まあなんかちょっとね心配をかけてしまって本当に申し訳ないです。体をいたわってね頑張ってくださいとか、うん、ちょっと休んでくださいとかいうコメントもありましたけど、自分の体のことは自分が一番分かってるので、うん、ありがたいですけど、お気持ちだけいただいておくということで、はい、僕はまあこれまで以上に来週に力を注いでいけたらなと思います。はい、皆さんもぜひねついてきていただけたらと思います。はい、この動画を最後まで見てくださった人はですね、自分の大切な人へのメッセージをこのコメント欄に、誰宛てとは言わず僕宛ての体で自分の大切な人へのメッセージをこのコメント欄に残していってくださればなと思います。はい、それではこの動画を最後まで見てくださった人はありがとうございました。これからも来住とはとして頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いいたします。この度はお騒がせして申し訳ありませんでした。頑張るぞ。